皆さんこんにちは、バッシュです。何せもうちょっと忙しくてほとんど3日間やってないんで、めちゃめちゃ顔がむくんでるんですけど勘弁してください。今日はヘッドパーツの作り方を皆さんに、お伝えしようと思います。まあこの時期ね、結構卒業式、大学の卒業式とかが多くて、こう袴を着て履いてどっちだ、ヘッドパーツをつけていくっていう方も多いと思うんですが、まあ今ね、こう美容師さんの、あの技術がこう上がって、昔はこうお花を組んで、僕なんかがお花を組んで組んだものをこう髪飾りみたいな感じでつけたんですけど、今はパーツを作って、そのパーツを美容師さんに持って行って、でつけてもらうっていうのが主流になってます。なので今日はそのね、パーツの作り方を皆さんに、まあこれ簡単なんで、お教えしようと思います。では早速行ってみましょう。どうぞ。はいまずここにお花があります。今日はこれでお花でパーツを作っていきます。これともう一個だコチョウランですね。このコチョウランのパーツ、このコチョウランのパーツを作っていきたいと思います。では最初にですね、まずパーツを作るにあたり、このお花はですねはい、ではね、まずパーツを作るには、まずこのお花をね、こう一輪ずつに切っていく作業が必要です。で、まあ今回は、まあ、大体10パーツぐらい作ろうと思います。なのでこのね、先っぽのここのところからこう切、こういう状態にしていきますね。で、これを今10パーツ取っていきます。はい、こちらがカットしたお花たちですね。で、これをこうね、これからパーツにしていきます。で、まあ、ワイヤーはですね、まあ皆さん結構揃えて作る人いますが、20番、24番、28番みたいな、このぐらい3種類があれば大体できます。ではですね、早速やっていきましょう。まずこのグリーンのバラですね、これなんかはまあステムちょっと切って、まあ20番のワイヤーを、このようにだいたいでいいんですけど、10センチぐらいですね、でカットします。そしたらこのバラの、まあ、根元に、バラの根元にここのところですねに刺します。こういう状態です。そしてこのままだと、まあ、すっぽ抜けちゃうんですね。なのでこの今度24番ワイヤーをここに刺します。で貫通させるんですね。この辺貫通させます。こういう状態ですね。そしたらこれをここに下に折り込みます。この状態でもワイヤーが抜けることはありません。そしてこのね、フローラーテープでここの根元を巻いていきます。で本当はですよ、これね、髪の毛の色が、まあね、日本人大体黒が多いじゃないですか。だからヘッドパーツ、このフローラーテープもいろんな色があるんで、茶色とか黒を使ってあげるといいんですけど、今回はちょっとないんでグリーンでいきます。でこのようにずっとこう巻いていきますね。はい、はい、これでパーツが出来上がりました。でこれがバラの作り方ですね。いいですか、パーツできました。はい、では次にこのね、ラナンキュラスですね。ラナンキュラスの作り方です。でこれも同じです。でまずここの首のところはこうカットします。でまあ脱脂綿をここに巻く人もいますが、まあ、今回省きます。ここのラナンキュラスは中空洞になってるんで、
この空洞の中にこうワイヤーを刺します。はい、これ20番ワイヤーですね。でこれも10センチでカットします。こういう状態ですね。はい、そしたら先ほどと同様24番ワイヤーでここの根元ですね、一番茎の根元を貫通させます。横にこういう状態ですね。そしたらこれを下に折り込みます。はい、でここを先ほどと同じようにフローラーテープで巻いていきます。はい、これでパーツが出来上がりました。これでもう抜けないです。これラナンキュラスですね。はい、では次はコチョウランです。コチョウランはちょっと特殊です。28番ワイヤーをこのように半分に折ります。折ったらここのところ見えますか、ここのところにこの28番ワイヤーを刺していうかね、ここの空洞ありますよね、空洞にこの入れるんです。でここでこうちょっとこう引っ掛けるようなね、引っ掛けるような、見えますかね、ワイヤー見えますか、引っ掛けるような感じにして後ろ側にワイヤーを出します。こういう風にね。そしたらここのステムに添えます。こうやって添えます、見えますか、こうやって添えただけです。それでここをフローラーテープで巻いていきます。はい、こちらでコチョウランのパーツができました。ここにね引っかかってる最初に入れた28番のワイヤーがポイントと、あとここ20番ワイヤーを添えて、20番ワイヤーを添えてテーピングするのがポイントですね。はい、はい、では次にこのスプレーカーネーションを作っていきます。これねカーネーションって実はここの腰が高いんです。で頭につけた時にこの高さはすごくこうつけにくいんですね。なので、まあ、上の部分をここを持ってここの額ですね、額を取っちゃいます。こういう状態ですね。そしたらここ、こういう状態になっ て、ここを、まあ、少しこうねじってあげて、はい、じゃあこれね24番ワイヤーを用意して、まあ26番でもいいです。ここにこう添えますね、こう添えます。じゃあここをこの鼻の根元をワイヤーでぐるぐると巻きます。巻いたら今度持ち替えてこの下側をぐるぐると巻きます。そうするとここの下にこれができるじゃないですか、出てるじゃないですか。でここのこれ出てるここをカットします。そしてこの出てる2本のワイヤーを下に下げて、これでここをテーピングします。はい、これでパーツが出来上がりました。これでね、カーネーション、バラ、ラナンキュラス、ラナンキュラス、コチョウランのパーツができましたね。はい、でこれでね同じように数を揃えていきます。はい、こちらでパーツが出来上がりました。いかがでしょうか。いかがでしょうか。
このようにパーツを作っていきます。はい、皆さんパーツはいかがだったでしょうか。あのようにねパーツを作ったパーツを持って美容師さんのところに行くとこう髪の毛を揺りながら刺していってくれます。ヘッドパーツをねつけるのとつけないのとでは全然こう雰囲気が変わります。でよくフェイクで造花で作る人いますが、フェイクよりやっぱり成果が最高だと思いますね。ぜひ皆さん成果のヘッドパーツをつけて、まあ卒業式だけじゃなくてもね結婚式とかいろいろと登場するシーンはあると思う、登場活躍するシーンはあると思うんで、ぜひ活用してみてください。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time.